小場のカグマカデンシティドティアッチは、シダ植物のトガの一つ。放射能群が葉の円か、近くにつき、比較的原始的な群と考えられる。中型から大型のシダ類。根茎は横に長く伸びて、環状中心柱を持つものと、直立して盲状中心柱を持つものとがある。根茎には、毛があるが、輪辺を持つものもある。大半の属では、の基部に位置。 通個の脇外芽が形成され、これは伸び出すことで根茎が分子をする。歯と根茎の間には関節はなく、歯には毛がある。歯は単右状から数回右上服用まであり、歯質は様々だが、多肉質にはならない。葉脈は右上に分子して有利するが、稀に有利小脈のない毛状脈を作る。放射能群は、葉脈の先端に生じ、歯の円に出るか、 葉の縁近くの面に出る。包み膜はコップ状のものが多いが、包み膜のないものもあり、また葉の縁が反転して、偽方膜を作るものもある。法首脳は、基部が和から次第に成熟する、純熟か成熟時期がバラバラの根熟で、ガワイトが混じる例もある。世界の熱帯を中心に分布し、9属200種ほどがある。ほとんどが地上性で、ごく一部に、 岩の上に出るものがある。古くは、他のいくつかの軍と合わせて、井の本草家に含めた。これを細分するに関しては、田川に若干の解説がある。わらび族や湯の峰志田族については、その方子農軍の特徴からその後にも井の本草家に含める見解がある。高わらび家に近いものであり、小型化して根茎が横に這うようになったものとの見方も、ある。 また本宮氏高との類縁が考えられたこともあるが、これらはいずれも近年の分子系統の結果では支持されていない。この群には常実のように傭兵から脇外芽が出るものが多い。また、湯の峰氏田族では葉の先端に無限成長が見られ、これらは葉に未だに茎の特徴が残っているものを見ることができる。日本には以下の六族が知られる。 電子ィドティアッチトロピコスハット、電子ィドティアッチザプラントリスト以下、主として、岩月編、P100 イマイチ、P60 岩月編、P100 イマイチ、P60 以降、主として、岩月編、P100 田川、P47 イマイチ、P60。ありがとうございます。